が汚れるとこ、ここですね、一番ね。結構ここは皆さんね、ちょっとおろそかにしやすいところですね。それとかここですね、ここの周り結構真っ黒になりますよ。しょっちゅうしてるんですけどね。奥の鐘が当たりますように待ってます。神様、綺麗にしてます。いつもいつも綺麗にしてますよ。今もこんなにたまりますね。これも毎回綺麗に洗いますよ。ゴミを取ってしまって、すぐぬるぬるなるんですよね。血がついてないのでざっくり洗いますね。2、3日前卵黄だけ使った残りの白身です。お味噌汁に美味しいのでいただきました。芯のところを先に味噌汁に入れます。
おたまげー。正直毎年宝くじは外れですが、味付けは梅干しでします。さて、味がどんなですかね。おいしい。OK。 だいぶできてきましたね。味を絡ませます。こんな感じでいいかな。これは姉ちゃんから教わりました。で、ゾウちゃん、できましたよ。来てください。はい、春菊を初取りよ。お今かな。鍋にいいよね。豚だこれ。そう、どうですか。春菊おいしい。もやしがちょっとね、長いかな。ちょっと切ってもいいかも。うちの金運カレンダーを紹介しましょう。よいしょ、あら。この金運カレンダーを買って、なんとなく金運が上がってるような気がします。これで3冊目になりますね。今年ももう終わりますね。
ここに、虎の日とか満月とか大安一粒万倍とか書いてありますけど、これを見ながら宝くじを買ってみるっててっちゃんと相談して買いに行ってます。絵がかわいいでしょ。部屋に飾るだけで金運が高まる、運が高まるっていうので買うことに最初しました。かわいいですもんね。見てて金運が上がるような絵でしょう。ほらほら、いっぱいなんか七福神とかハッピーな気分にさせてくれます。紫の洋服を着て宝くじを買いに行ったらよく当たるという話を聞いたので、哲夫さんはこれを着ます。私はこれを着ます。当てるぞ。